こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、ちょっと転売についてお知らせしようかなと、お話しようかなと思っております。転売って結構ね、目の敵にされるんですよね。確かにそうですよね。だって仕入れた金額に上乗せして利ざや抜いて売るわけでしょ。それが世の中の値段を押し上げてるわけなんで、要するにね、これね、なんか転売をしてる人に言わせれば商社みたいなことをしてるんだっていう風な言い方あるんですよ。商品をどっかから持ってきて、それを皆さんに分かりやすい形にね、提供している。だから当然利ざや抜いてもいいんだみたいな考え方があるんですけども、果たしてそうなのかなと思うわけなんですよ。転売をする人がいなければですね、買いだめが起きずに市場流通価格は、高くならないんですよね。だから流通を邪魔してるだけではないかっていう意見も確かに納得できるところなんですよ。ただね、転売そのものを否定してしまうと、それこそね、コンビニだって経営できなくなっちゃうんですよね。だってコンビニだって仕入れてるわけですからね。もともとあるようなないような、例えば65円で仕入れたジュースとかを148円で売ってるわけですよね。そうやって利益を得てるわけなんですよ。でそこに出てきたのがディスカウントストアといって、もうこれはですね、卸の段階でもう直接消費者の方に販売しちゃうみたいな形でございます。これはやられちゃたまんないですよね。だって店舗で仕入れる金額で一般の方が買えちゃうわけなんですよ。ただし一定のグロスはありますけどね。1個単位っていうのはなかなかやってないんですけども、まあでも最近はね、1個単位で売ってるところもあるなと思うわけなんですよ。でこういうふうにして転売も込みで市場流通価格っていうのは昔からできてるんですよね。まあ、ですんでいかんともしがたいのかなと思うんですけども、ちょっとね、社会を俯瞰してみれなかったりとか、勉強不足だったり、あと嫉妬深い方とかは転売屋を目の敵にしちゃうんですよね。そしてね、マスクのことありましたね。マスクの転売っていうのが、マスクの転売禁止になっちゃったんですけども、そもそもマスクの転売をしている人の仕入れ先っていうのはそんなに探すの難しいのかなと思っちゃうんですよ。だって普通の人がですよ、特に高いリサーチ能力があるわけでもなくって、どっかの一流企業のもう闇の商社みたいなね、そんなことをしてるわけでもないのに、まあ仕入れ先を最近でしたらスマホとかパソコンで検索して見つけて、そこから仕入れてきて利ざやをつけて売るみたいなことをするわけですよね。で私カメラの転売してたんですけども、仕入れ先って本当ね、一般に公開されてるところでしかないんですよ。カメラの仕入れ転売についてですけども、カメラの北村のね、北村ネットっていうところに売っているレンズとかボディを適当に買ってきて、それで売ってるだけなんでね。だからどこで仕入れてきてるんですかっていうふうに、まあ、お客様に聞かれた時に、あ、北村ネットですよとかね、アマゾンですよとかね、近くのよくわかんない店ですよと、でも大体ネットですねと、店に行くのってめんどくさいし並ばないといけないじゃないですかみたいなことを答えるんですよね。そういうふうに仕入れ先は全然後悔できるんですよ、私の場合は。なんでこういうことが起きるかっていうと、私の転売にはきちんとね、そこに付加価値が載ってるんですよね。じゃあどういうところかっていうと、まあ、カメラっていうのはね、どのボディにどのレンズをつければいいかってことが難しいんですよ。これが悩んじゃうんですよ。まあ、ですんで初心者セットっていうのを作ります。それは中古のボディを買ってきて、それに最適なレンズをこっちで選んできて、で望遠レンズもつけて3点セットぐらいで売ってあげるんですよね。もちろん付属品も一式揃います。全部中古品なんですよ。でも中古品だともともと仕入れ金額安いですよね。でまとめて売ろうとしても、例えば新品だったら10万円ぐらいするものが、中古だったら5万円ぐらいで売れるわけなんですよね。で5万円ぐらいで売れるものはどのぐらい仕入れたかっていうと2万から3万なんですよ。ですんで仕入れ金額そのまま売っちゃうと、もうこっちがやってらんないんで、じゃあ安く買いたい人は直接自分で北村ネットで買ってくださいよとかね、直接アマゾンで発注してくださいよ、ヤフオクで、競り落としたらいいじゃないですかって答えるんですよ。だからそれがめんどくさいなとか、目利きができないよとか、仕入れにちょっと不安があるよとか、故障品とかいい加減なものが届いたら嫌だなって方は、まあ転売屋がまとめたものを買えばいいんじゃないのって形なんですよね。だから要するに私が思う転売っていうのは、仕入れたものをただ利益だけ乗っけてよっこらちょっと右から左っていうんじゃなくって、何らかの工夫が入ってるもんですよね。その工夫の一つにはセールスのためのコピーライティングもあるでしょう。例えばメルカリで売るときにいろんな説明文書きますよね。その説明文によって人の感情を盛り上げて、この組み合わせが欲しいと思わせるような気持ちを動かしたら、それが必要不可価値だと思うんですよね。それから綺麗な写真とか分かりやすい画像説明、動画もいいと思いますよ。そういうものを作ってあげて買いやすくしてあげるっていうね。新品を買うのに不安がある人、他で中古を買うのに不安がある人に、あ、この人から買っても大丈夫だなと、なんか信用できそうだなと、返品
うん、安心だなと、いい加減なものを売りそうないなっていうふうなことを感じていただいたら、それが私の付加価値だと思うんですよね。そういった形で私は正々堂々と転売を行いながらカメラっていうのでね、大きな利益を上げてきたってことがあります。まあ、ですんでね、どっかから仕入れてきた、例えばね、カップラーメンとか缶詰とかティッシュペーパーっていうのはもう工夫のしようがないんですよね。まあ、ですんでマスクもそうですけども、だからそれを行ったり来たりで転売するのはちょっと私もね抵抗があるというか、そこまではできなかったんですよね。で、去年の話ですけども、私ねマスク2万枚プレゼントっていうのをね数ヶ月かけてやってまして、いろんな方に配ってきました。うん、まあそれはね一つねちょっと痛快なことでして、転売屋がマスクを買い占めてる時に、まあね早々にですよ、マスクが値崩れしてたわけですよ、転売業界では。ですんで私のところに、久保さんマスク買いませんかと、1000枚単位でお願いしますみたいなの来たんで、ただでくれるんだったら引き取るよと、送料も持ってねっていう形でずっと応じなかったんですよ。そうするとですね、マスクを持ってても今度はね売るのがものすごいコストがかかるようになってきた時に、私のところにもういらないから持っていてくださいって形でガン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 送られてきたんですよ。で、それが大体2万枚ぐらいだったんで、それを私はね自分で送料をこちらで負担して送りますよって形でレターパック360円70円するんですけども、うん、それで、2万枚ね送ったということで、私もねなんか数万円ちょっと飛び出してしまったんですね、送料だけで。まあ郵便局が儲けただけじゃねえかみたいな感じになりましたけども、まあね転売ヤーさんっていうのはいっぱいいるんですけどもね、値崩れのタイミングをこちらが知っていれば、大体勘を掴んでいればね、あとはね、まあ時間の問題といいますか、要するにいつぐらいになったら世の中に、マスクが飽和しますよっていう風な感覚がつかめていればですね、まあ転売ヤーさんがしびれを切らして私のところに送ってくるみたいなこともできたんですよね。と同時にですね、やっぱ当時テレビのアナウンスで、多分菅総理がマスクをね6億枚供給しますみたいなことを連発で言ってたわけですよ。6億枚というとむちゃくちゃすごい枚数のように感じますけども、数千枚単位でマスクをねやっぱこう扱っていたりとか意識してる私から見ると、6億枚って1人10枚1億人が買ったら足りないじゃんみたいな感覚になるんですよね。だから6億枚じゃなくって、それが毎週のように3億枚とか4億枚ならいいけども、6億枚が月間で制作されるとかね、給付されるってことになると全然足りないじゃんっていう感覚なんですよね。他の人は多分びっくりするんじゃないですか、6億枚だったらもう市場に溢れるだろうみたいな感じで、なかなか来ないぞ、なかなか溢れないぞなってますけども、ただ市場にですねマスクがなかった時っていうのは1日たりともなくって、通販で買えなかった日っていうのは1日もなかったんですよ。まあ最高値通販で1枚100円までいきましたけどね、それでも1枚100円でも別に買ってもいいんじゃないかと私は思うんですけどね。1000円で10枚でしょ、別にいいじゃないですかそれでね。もちろんね買えない人もいると思うんですよ、あまりにも高くって。まあ、でも私はどうしても健康とか安心が第一と思ったら、マスクを1000円ぐらいで買ってきてね、それこそ布のマスクでもいいんで、で買ってきて洗浄して洗うとか工夫して洗うとかってことできると思いますしね。でマスクにガーゼを当てて使っていくっていう方法もありましたしね、山根さんがマスクの洗い方とかねなんかブレイクしてましたけど、すごく良かったんじゃないかなと思いますね、ああいうのも。だから何かトラブルがあれば、誰かが悩んでいればそこに必ず解決策っていうのを提案できる人がいて、そしてそういうふうな工夫が効く人には注目、アクセス、お金が集まってくるのかなと思いましたね。花屋レモンさんもねカード転売でかなり名前を売ってますけども、そこにはやっぱり花屋レモンさんなりの工夫があったりとかね、まあ、まとめとかセットとか、カードってねやっぱり組み合わせっていう工夫ができますからね、だから人気のカードとそうでないカードといろいろと考えられたんだろうなと思いました。そしてカードっていうのは多分私が想像するに、ゲームに使ったりするんでしょうねきっとね、カードゲームに。だからそのカードゲームをしている人の心に寄り添った、そういった楽しみに寄り添ったようなセット販売ができれば、まあ売れるんだろうなと思いながら遠くから見てましたね。私はその遊戯王っていうのを存在も知らなかったんで、もう完全にね50歳ですね、この遊戯王が分からないってなると、鬼滅の刃も未だに分からないっていうね、言葉だけ知ってるんですけども何のことだろうみたいなよく分かんないですね。で分かんないくていいんですよそれ私が分かるのは稼ぐ方法だけというね、それだけということでございます。あとは全然分かりません。はい、ですからねコメントも荒れるわけですよ、お前は世間知らずだ、物を知らないとか常識外れだとか言われてますけど、その通りでもう常識外れで、もう全く的外れでよく分かってないんだけどお金だけ稼げるみたいな感じでございます。本当に恥ずかしい話です。それでは行ってらっしゃい。